グローブザ、グローブザ、グローブザは、ロンドンのテムズ川南岸、サウスバンクのサザーク地区にあった劇場であり、しばしば、ウィリアム・シェイクスピアと結びつけられている。1599年に、シェイクスピアの劇団であった、区内大臣一座によって建てられた。土地は、トマス・ブレンドの所有地で、息子のニコラス・ブレンドと孫のサーマ州・ブレンドが、受け継いだものでった。 初代の建物は1613年6月29日の火事で壊れてしまった。二代目のグローブ座は同じ場所に1614年6月に建てられ、1642年9月6日の劇場閉鎖により廃業した。グローブ座を現代に再現した劇場、シェイクスピアズ・グローブは1997年、もともと劇場があった場所から230メートルほど離れたところで開館した。 1909年より、現在のギールグッド劇場は、グローブザという名称を使用していたが、1994年に、ジョン・ギールグッドを検証するため解明した。土地に関する古文書の調査により、グローブザがあった区画は、現在のサザークブリッジロードの西側から東に、向かって、ポーターストリートまで、パークストリートから、南側は、ゲートハウススクエア裏手まで伸びていたことがわかっている。 しかしながら、1989年にパークストリートのアンカーテラス後部の駐車場で、元々の桟橋土台を含む基礎の一部が発見されるまで、建物の正確な場所は分かっていなかった。土台の形は、現在、土地の表面に転写されている。土台の大部分は、イギリス指定建造物であるアンカーテラス67から70番の下にあり、 それ以上の発掘は許可されていない。グローブ座は、区内外人一座の株主だった役者たちの所有物だった。6人のグローブ座の株主のうちの2人、リチャード・バーベッジとその兄カスバート・バーベッジは、一人2株、つまり25%ずつの権利を所有していた。他の4人は、シェイクスピア、ジョン・ヘミングズ、オーガスティン・フィリップス、トマス・ポープは1株。 つまり12.5%を持っていた。もともとは、ウィリアム・ケンプが7人目の株主になる予定だったが、自分の株を上記4人の小規模株主に売ったので、4人は、もともと予定されていた10%を超える株を持つ、ことに言った。この最初の株の保有比率は、時が移るに新しい株主が加わるにつれて変わり、シェイクスピアの株の保有率は、 キャリアの後期になると8分の1から14分の1、だいたい7%くらいに減った。グローブザは1599年に、それよりも前にあった、劇場、シアターザの材木を使って作られた。シアターザは、リチャード・バーベッジの父であるジェームズ・バーベッジ百5 7 6年に、小デリッチに建てたものである。バーベッジ家はもともと21年間、 シアターザがある場所の土地をリースしていたが、劇場の建物自体は、バーベッジ家のものであった。しかしながら、土地を貸していたジャイルズ・アレンが、リースの期限が切れると建物も、自分のものになると主張した。1598年12月28日、アレンが、田舎の自宅でクリスマスを祝っている間に、大工のピーター・ストリートが、役者やその仲間たちの助けで、 シアターザーの柱を一本一本解体し、ブライドウェルの川岸にあるストリートの倉庫に運んだ。翌春もっと気候が良くなり始めると、この素材は、サザークのメーデンレインの南側にあった湿地の庭に、グローブ座を作るため、フェリーでテムズ川の対岸に運ばれた。過密なテムズ川の岸辺から100メートルほどもないところで、農地や明けた野原に近い場所であった。排水の状態が悪く、 川からの距離にもかかわらず、特に満潮時には時々浸水しがちであった。材木を使った護岸工事で地面から高いところに引き上げた土手を作り、浸水レベルより建物を高くする必要があった。新しい劇場は以前のシアター座の建物より大きく、新しい構造の一部に古い材木が再利用された。グローブ座は単に古いシアター座を、 バンクサイドに移して建て替えただけではなかったのである。おそらく1599年の夏、ヘンリー5世のオープニング上演に間に合うように完成しており、この劇には木の王、つまりグローブ座の中での上演に関する有名な言及がある。しかしながら、ドーバー・ウィルソンは木の王に関する言及は、髭的で、グローブ座の小ラ落としを祝う舞台で行われるには、ふさわしくないと考え、 開館の時期を1599年9月くらいまで遅れたと主張している。ウィルソンは1599年9月21日にジュリアス・シーザーの上演を見たスイスの旅行者の記述の方がグローブザの最初の上演としもっともらしいと示唆している。確かな記録が残っているグローブザ最初の上演は年末のベン・ジョンソンの気質直しであり最初の場面で優しく ご親切なお客様方を歓迎している。1613年6月29日、ヘンリー・パスーの上演中に、グローブ座で火事が起きた。上演中に、舞台用の大砲を撃ったところうまくいかず、木の針や、かやぶき屋根に点火してしまった。このことに関して残っている数少ない説明によると、半ズボンを、ビン入りビールで消した男以外に怪我はいなかったという。翌年、 グローブザは再建された。ロンドンの他の劇場同様、1642年に新京都革命より、グローブザは閉鎖となった。1644年から1645年頃に、グローブザは取り壊された。1644年4月15日に、取り壊しが行われたと説明する文書も残っているが、 この文書の信憑性には疑問が持たれている。グローブ座の実際の寸法は正確にはわからないが、形や大きさは学術的研究により相当に近いと思われるものがわかっている。3階建てで直径30メートルくらいあり、3000人の観客を収容できる野外の円形劇場であった。グローブ座はバーツラフホーラーによる建物のスケッチでは円形に見える。 しかしながら1988年から1989年にかけてグローブ座の土台のごく一部が発見され、二重面の多角形であったらしいことが分かった。舞台の土台にはピット、あるいはかつて宿屋やパブの庭で上演されていた伝統に立ち戻るヤードと呼ばれるエリアがあった。ここでは一ペニー払って入場したドマ客と呼ばれる人々が、 地面にイグサを巻いたフロアで立ち見をしていた。1989年のグローブ座の発掘では、新しい表面層を作るため土の床に押し固められたナッツの空の層が見つかっている。ヤードから縦方向に3階層からなるスタジアム式の客席があり、ここは立ち見より高かった。四角い張り出し舞台が屋根のないヤードに突き出していた。舞台は、 大体幅が13.1メートル、深さが8.2メートルで、地面から1.5メートルの高さにあった。舞台下の地下室部分から役者が入場するときに使うトラップドアが舞台上にあった。舞台の後ろの壁には2つか3つのドアが1階部分にあり、中央にカーテンで仕切られた奥まった部分があったと考えられているが、 この中央奥のステージの実在については、学者の間でも意見が分かれいる。舞台上にはバルコニーがあった。ドアは楽屋部分に繋がっており、ここで役者が着替えたり出番を待ったりしていた。上の木座橋は衣装や小道具をしまう倉庫か、管理用のオフィスとして使われていたのかもしれない。バルコニーには演奏家がいるか、ロミオとジュリエットのバルコニーの場面のように上の、 膝端が必ずな場面に使われていた。舞台には上演上、必要な場合は、イグサが敷いてあった。舞台の両側に大きな柱があり、舞台後方の屋根を支えていた。屋根の下にある天井部分は、天と呼ばれ、雲や空が描かれていた。天にもトラップドアがあり、ロープやハーネスなどを用いて役者がここから降りてくることができた。舞台は、 夏の午後のパフォーマンスで影になるよう、建物の南東側にあった。グローブザという名称はおそらくラテン語の引用句、トタス・ムーン・ディス・アジト・ヒストリアナムから来ているが、これはもともと、ペトロニウスの一節クワド・フィア・トタス、マンダ・セクサ・ージート・ヒストリアナム、つまり、世界はすべて舞台という語句に由来する。この言葉は、バーベチが活動していた、時期のイングランドで広く知られていた。 口実するように、この言葉が劇場のモットーのように使われていたかもしれないと推測する向きもある。観客によく知られていたと考えられる言葉がもう一つあるが、それは世界劇場というものであり、これは12世紀の古典学者で哲学者だったソウルズベリのジョンがポリクラティクス第3巻で述べた瞑想である。どちらにせよ、公式にモットーを採用しなくても、 古典から派生した、よく知られていた言葉であった。推定されているモットーとクローブザの関係は後になってから考えられたものであり、勤勉な初期のシェイクスピアの電気作家、ウィリアム・オールディズに由来する。オールディズはこの天居を、かつて見た、個人像の思考だとしている。この解釈をオールディズの遺作管理人である、ジョージ・スティーブンズも、善意から踏襲したが、今ではこの話は、 疑わしいと考えられている。シェイクスピアズ・グローブと名付けられた現代のグローブ座の復元が1997年にヘンリー5世の上演でこけら落としした。元々の設計を確実的に推定して復元したもので1599年と1614年の建物についてわかっている証拠に基づいている。元々のグローブ座があった場所から約230メートル離れている。 2016年2月に1614年の建物について残っている証拠が学術的に再分析した結果に基づいて2代目グローブ座をそのままの大きさで復元したポップアップグローブと呼ばれる仮設建築物がニュージーランド・オークランドのダウンタウンにオープンし劇場付けの劇団と地元の客演グループが3ヶ月間シェイクスピア劇を上演した2017年 別の場所に移動して3ヶ月のシーズンのため再建された。グローブ座を模した劇場はアメリカやドイツなど各地に多数建てられ、シェイクスピア演劇の上演などに供されている。早稲田大学校内にある演劇博物館は今井賢治による設計でグローブ座の構造を参考にしており、正面が舞台に相当する。1988年にはグローブ座を模した。 東京グローブ座が磯崎新の設計により東京都新宿区百人町に建造された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。